音楽とは何でしょうか。演奏とは何でしょうか。音楽には構造があり、音の秩序があります。言葉で書かれた詩や小説のように、世界の見え方や感じ方を伝えてくれます。言葉に文法があるように、音楽にも音楽理論があり、秩序を示してくれています。音楽や言葉の秩序に乗せて、共感を呼ぶ表現が生まれます。しかし、秩序があればそれだけで良い音楽になるわけではありません。良い音楽には秩序からほどほどに逸脱した要素が程よく備わっています。皆さんはテルミン演奏に対してどんなイメージを持ちますか。お化けの登場シーンの音でしょうか。確かに1940年代から1950年代のハリウッド映画では恐怖のシーンや宇宙人が登場する場面の効果音としてテルミンは使われていました。ピアノやギター、オーケストラでは出せない一風変わった音楽の異端を演じてきたんです。はい、それではここでテルミンの演奏の音を聞いてみてください。2つ音のサンプルをお持ちしました。まさにお化けの登場とか恐怖のシーンを連想させる音ですね。狭い音程を揺らぐ音、悲鳴のような高いピッチ、震えのようなビブラート、まあこういったものが特徴的でしたね。それではサンプルの2つ目を聞いてみてください。皆さんどんな印象を持たれましたか。これどちらも私が弾いてるんです、はい、でこちらの音楽は、まあ、美しさとか慈愛ってなことを意識して演奏してみました。まあ、このようにテルミンというのは聞き方が違うと随分印象が変わってしまうものなんですね。はい、テルミンはアンテナと体との距離を変えることで自在に音の高さを変えます。動作に敏感に反応し、ほんの1ミリ動くだけで1ミリ分だけ音の高さが変わるのです。テルミンは音の高さの連続性においてアナログな特性を持っています。その特性を生かして言葉を持たない動物のうなり声のような音を奏でることもできます。まあ、先ほど音のサンプルで聞いていただきましたね。はちゃめちゃなフリーミュージックを奏でるテルミンの音は、人間もその昔一匹の動物だった遠い昔の面影を音で聞くようです。
それは野蛮で無垢な音の塊のようで、エネルギーの塊のようであり、感覚がそのまま解き放たれた無秩序な音だからこそ、テルミン演奏ではコントロールする必要があるんです。音の感覚を磨き、音楽の秩序に沿ってやらないと、たちまち無秩序な音になっちゃうんですね。音の変化の連続性において自由であるだけに、あえて不自由で縛ってる必要がある。まあこれはテルミン演奏に限らず、自由そのものにも当てはまるかもしれませんね。私は2016年のコンサート出演中に脳出血を患いました。幸い一命は取り留めましたが、後遺症で右半身がに麻痺が残り、ろれつ障害もあります。以前は立って演奏し、右手で音の高さ、左手で音の大きさを変えていました。音の高さの制御は極めて繊細な動作が求められます。麻痺した右手でこれをやるにはハードルがあまりに高すぎました。音量制御ならできるかもしれないと考え、思い切って右手と左手の役割を入れ替えてみたんです。まあ随分無茶なことをすると言われましたが、左利きテルミン奏者として再起を図ってみたんですね。長年の演奏動作の記憶がそれぞれの腕に染みついています。古い記憶は新しい動作を拒み、邪魔をします。一旦古い記憶をすべて捨てて、まっさらな子供のような心で一から覚え直してみました。この学び直しの取り組みを通じて分かったことがあります。私にとってテルミン演奏とは、自由奔放野蛮で無垢な音を私なりのしつけ方で美しい音に仕立てていく、そして弾く人に共感していただくことなんだと改めて実感しました。私にとってテルミン演奏とは、無限に広がる選択の中から私の音楽の美へと続く一本の道を探す旅なのです。それでは最後にテルミンの演奏をもう一曲やってみたいと思います。秩序の象徴たるピアノの伴奏に乗せてテルミンの演奏しています。ドボザークのイゲージです。お聴きください。